仏殿と、白神、北条政子の墓釈迦山尊蔵呪福寺は、神奈川県鎌倉市大木ヶ谷津にある臨済州、県庁寺派の寺院である。正式には亀ヶ山呪福今後禅寺と交する。鎌倉五山第三位の寺院である。本尊は、釈迦如来、海岐は、北条政子、海山は、英才である。鎌倉三十三観音霊状の第二十四番。 鎌倉二十四地蔵の第十八番。境内は、呪福寺境内として1966年3月22日、国の史跡に指定された。源頼朝が没した、翌年の1200年、妻の北条政子が、波状坊衛災を解散に招いて創建した。もともと現在の呪福寺のある付近は、欧州に向かう源頼近が勝利を祈願したと、言われる源氏さんを背にした。 亀ヶ谷と呼ばれる源氏家夫婦伝内の地であり、頼朝の父、源、義朝の宮廷もこの地にあった。1180年初めて、鎌倉入りした頼朝は、ここに館を構えようとしたが、すでに、岡崎義兼が道具を建て、義朝の菩提を弔っていたことや、土地が狭かったため、当初の計画を変更したという行きがある。創建当時は7動画欄を用し、 14の達中を有する大寺院で全殺として定裁を整えたのは1278年頃と推定されている。1247年に火災に遭い、1258年の火災では一羽を残さぬまで消失している。これらの復興は、伝差ねともぼ五輪塔などの存在から、おそらく南北朝時代の頃と思われる。樹福寺には二世、太古行友をはじめ、 心地革新、縁に、乱慶道高、大九少年など、多くの瞑想が入寺した。鎌倉の全宗文化を考える上で、重要な存在の寺院である。鎌倉初期に高い自覚を持って繁栄したが、街道期や、東刊機構の作者は、受福寺について、触れるところがない。葬門、注文、仏伝、栗、首郎などが立つ。 仏殿は1664年の再建である。境内裏手の墓地には、陸津宗光、高浜巨子、星野達子、おさらぎ次郎などの墓があり、さらにその奥の櫓には、北条政子と、源の佐根友の墓と伝わる、五輪塔がある。なお、総門から中門までの参道と裏山の墓地は、公開されているが、中門から内側の境内は、一般公開されていない。 ありがとうございます。